足で蹴って進むチャリンコレースって。走ればいいのに。どういうこと？あの、ペダルがない感じか。めっちゃ放送中ラジラブって言ってたけど大丈夫だったんですか？結構大丈夫です。結構大丈夫なんですか？KY デンジャラスぐらいやばいですよ。これ今入ってるけどね。全部入ってるけどこれ。聞いてないかもしれない。あ、そうそうですね。あっちにいる方がゆうすけさんっていうなんかディレクターと仲が良くて。あ、あの千葉のゆうすけさん。あ、そうです、はい、あのあれですよね。あのギター弾くやつです。あの何でしたっけ、なんていうバンド名、メルカメカルジン、メカルジン曲がいいですよね、あの曲。10秒前です。あ FEC チューンド、FEC チューンド、 FEC チューンド、 FEC。 あ FEC チューンド、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  FEC チューンド。どうもきんぴらごぼうです。よろしくお願いします。そろそろハロウィンだな。うん、俺ハロウィンってどんなイベントかわかる？ああ、わかるよ。あの、しょうもない奴らが仮装して、お酒飲んで、街を汚しまくって、次の日の朝、街が大変になってるイベントでしょ？違うけど。まあ、なんか、あながちなんか間違ってなくもないけど、なんか言い方ちょっと今悪いさね。それ一部の人のマナーが悪いだけのお話だからさ。ああ。体はメイクで腐ったようにしてるけど、心は本当に腐ってるよな。めっちゃ言うなやな。ええ、これ今電波乗っちゃってるから、なんかもうちょっと優しくオブラートに包んでいって。でもさ、あの次の日の朝掃除する人たちがもう疲れすぎてゾンビみたいになってるのに。まあ、確かになってるけども。じゃああれ、森光さんハロウィンとか やらないんだ？やるよ。やるばや。やるの？え？うん、あのハロウィンの日は毎年酒飲んで仮装して街を汚しまくってるよ。いや、ここ腐ってるやしや。大がお菓子ちょうだい。あげるかお前みたいなやつに。もういいよ。どうもありがとうございました。キラキラ光るお空の星よ。はい、ということで始まりました FM ギノワン FEC チューンド、木曜日きんぴらごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ。ありがとうございます。17回目ですね、生放送でお送りしていますよ、きんぴらごぼうのラジオでございます。はい、10月27日木曜日、23時台はですね、沖縄のお笑い団体演芸集団 FEC の若手芸人が、FM ギノワンこの時間帯生放送でお送りしていますが、自己紹介しましょうか。はい、僕たちはその FEC の沖縄のお笑い団体演芸集団 FEC に所属していますきんぴらごぼうの金城タイガーとひろしです。違うだろ。違うだろ。富川さんでしょ。いや、今日はひろしで。ひろしで行くんですか。じゃあいいでしょう。やりづらいな。富川森光です。よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。今ちょっとごめんね、俺が、あの広志に今あのアップデートしてる時にちょっと帰ったから。広志でもよかったんですけど。ダメだ、空白の時間がすいません、ありました。はい、ごめんなさい。ということで、生放送でお送りしていますよ。はい、皆さん聞いてますでしょうか。聞いてますでしょう、ね、これ聞いて、そうだよね、聞いてますでしょうか。うん、ね、なんか
あれみたいな感覚だよね。なんかいや聞いてる人しか聞いてないから、ね、聞いてないよってことですよね。あれみたいな感覚です。だからその、うん、あのメガネ目悪い人が、はいはい、自分がかけてるメガネを、はい、なくして、うん、探してるんだけど、うん、いや目悪いから見つかるかやみたいな感覚ですよ。このいやそれとは違うと思うな。あ違う。いやメガネまあまあそう、 そういう時もあるけど、なんかどうしようもないみたいな、あれ、まあまあ、俺の中では勝手に、うん、ごめんなさい、そういう感じでしたけれども、はい、オープニングの漫才いかがだったでしょうか。どうでしたか。はい、今週1週間はテーマですね、ハロウィンということで、うん、ハロウィンの漫才やったのですが、はい、はい、まあでもね、いやハロウィンで楽しむのもいいですけれども、はい、やっぱり自分たちがちゃんと楽しんだ後はですね、お片付け、街のお片付けして、せめてなんかそのすごい綺麗にしろとまでは言わないですけど、うん、自分が出したゴミとかがなんかやったことはちゃんと後始末ちゃんとしてね、そうですね、やった方が最後まで気持ちよく終われますので、はい、これはもう人としての常識ですからね、うん、子供たちに申し上げてますので、大人の皆さん、学生の皆様、ハロウィン出す皆様はちゃんとお片付けまで最後までハロウィンですので、ここまでちゃんとやってください。よろしくお願いいたします。お願いします。なんかすごい公共広告機構みたいなことな、そうですね。多分汚す人たちはあれなんでしょうね。なんですか。お菓子もらえなかったんでしょう、ね、お菓子もらえなかったのかな。いたずらしてるんでしょうね、いたずらしすぎですよ、うん、もっといいたずらしてくださいね、はい、なんかほんと綺麗にしすぎて、うん、掃除のおばちゃんの仕事がなくなっちゃったみたいないたずらがね、あーいいですね、うん、幸せですね、幸せですね、うん、なんか鼻に水あげちゃったみたいな、ね、そうそうそう、うん、むしろいたずらですらない。まあまあ、もうだ掃除のおばちゃんも朝来てやることないからずっとつむつむしてるはず、うん、スコア叩き出さすな、うん、すごいスコア。いやおばあちゃんつむつむしてるんかい。すごいな、はい、まあ、という感じでしたけれども、うん、ハロウィンね、こうなんか急に 何年前ぐらいからこうなんか盛り上がって、うん、もう歴とした日本の大きいイベントとなりましたね、うん、こう渋谷とかすごいみたいですよ。そうみたいですね。今年初めてこう、はい、警視庁が、はい、このハロウィンだからっつって、はい、このなんかその渋谷駅とか109のところの、はいはい、この交差点からある程度の距離、はい、歩行者天国にしたらしくて、初めてです。もうじゃあもうあれなんだ、もう人がいすぎてもうこんなんだったらもう、はい、もうだから 3,4 年前ぐらいからもうこうそこに集まって人がごった返するから、うん、車とか当然余計危ない、危ないからっていうことでもう交通規制を行うっていう初の試みらしいので、すごいすごいですよね、うん、あ俺すごいですね、うんうん、なんかでも、うん、あれだよね、何こう異文化を、うん、のそのイベントを、うん、受け入れすぎじゃない、なんか、あまあまあでここ日本のいいところでもありますけれどもね、これのだから趣旨を分かって やってるというやってれたらいいんですけどね。例えばクリスマスとかもやっぱりもう分かんないでしょ。クリスマスはなんかちょっとなんかニュアンスが分かるさ、なんかそのセントニコラスがどうのぐらいはなんか分かるでしょ。元々の、まあまあまあ、分かんないですけどね俺は。もう確かにね意味は分からないと思いますが、そこまでなんか楽しむ、そこまでちゃんと知った上でやった方がいいですね、うん、ただハロウィン、ただクリスマスじゃなくてね、うん、そこまでやっぱり全部一緒ですよ。こう上辺だけじゃもうダメです。本当に何事も、うん、そしたらちゃんと、そうそう、コメントも来てます、ありがとうございます、はい、あごめんなさい、このラジオですね、ツイキャス、ユーストリーム、サイマルラジオ等でも同時配信していますので、そちらの方からもチェックよろしくお願いします。お願いします。 FM ギノワンで検索で出てきますと思いますので、よろしくお願いしますね。でツイキャスの方が、はい、早速コメントいただいていますね。これどこ、え上野さん、これ上野さんでいいのかな。上野さんかな。ありがとうございます。こんばんはということで、はい、鹿児島からのハイサイド、本当にですか。おはようございます。どんな人、俺なんか知ったんだろう。どういうこと、どういうこと、すごいすごい。たかしさんっていう方が今コメント来て、こんばんは、埼玉から見てます。ありがとうございます。なんか間違ってないですか。急に中田の猫さんからも、はいはい、こんばんにゃと来てますよ。こんばんにゃ、ありがとうございますね、はい、ペーターさんは、ペーターさん、チラリンコン、チラリンコン、チラリンコン、新しめのこんばんはでしょうね。チラリンコンは、はい、ありがとうございます。ペーターさんだけすごいなんか飛ばしてくるな。本当だ、アクセル全開で最初から入ってくる ね。みんななんかちょっとね、徐々に30キロぐらいで来てますけど、うん、90とかの勢いですよ今のチラリンコンは、うん、チラリンコン、これ解釈に時間かかりますからね。いやいいですけどね。ありがたいですね。ありがとうございます。
中田猫さんからですね、ハロウィンって子供が仮装するんじゃないのということで、うん、まあ、まあ、もともとはそうですね、子供かもしれない、うん、僕はそのあんまり分かんないですけど、僕のイメージではこう、うん、子供が仮装して、うん、お家訪ねて、お菓子ちょうだいって言って、うん、いうイベントですよね、うん、基本はそうだと思います。で、うん、なんかいろいろ意味があってね、なんかその、はいはい、なんかあるんでしょうね、まあ、ありますけど、で基本は子供がやる、うん、で大人の人はお家にいて、子供が訪ねてきて、うん、お菓子あげる、うん、お菓子くれないといただいちゃうじゃん、うんうん、あげちゃうよっていうくだり、くだ、ね、うん、りというか、あのアメリカではもうそうだと思います。で今も、まあ、はい、でその派生からなんかちょっと大人の本気の仮装大会みたいな仮装をこうモチーフにしてるっていうのはいいんですよ、アメリカでやるのは、はいはい、それをそれ楽しそうじゃんって大人が受け取って、その仮大人の仮装だけ取っちゃったから今、うんうん、まあまあまあもういいんじゃないですか、お菓子全然売れないと思う日本でやったところで多分いいまあまあいいですけどね、いいですけど やって楽しいんだったら、はいはい、ただいい、うん、まあモラルは守って、ね、持って、はいはいはい、ちゃんとやってください、いただけたらという感じです。今日なんかいろんなとこから 、はい、見られてるみたいですので、そうですよ、はい、オープニングトークも中身ないのに結構話してしまってだからよ、いやそろそろそうそう行きましょうか、行きましょう、はい、ということで、皆さん1時間お付き合いください、よろしくお願いいたします。じゃあ CM 行きましょうかね、一旦 CM です、どうぞ。はい、今 CM 行っております、はい、ツイキャスユーストリームサイモンラジオご覧の皆様は少しお待ちくださいね、うん、いいですね、埼玉とかどんなして知ったんですかね、鹿児島の方、上野さん一度見たことあるのかな、どうなんだろう、まあ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 、まあ、うん、後から詳しく何かコメントありましたら来てくださいね、バンサさんからも来てますよ、森光のマイクにかぶっているオレンジのやつってかぼちゃということで、トマトですねこれ、すいません申し訳ないです、マイクにかぶってるってもうマイクでしょだってこれかぼちゃ中くり抜いてね、はい、かぼってやったかもしれないですね、いや中田猫さんもこんばんは、バンスさんということで高橋さんもコメントで人参かと思った野菜乗せないですよ、はい、10秒前です、ひでのぶです、ラジオ名言います、きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星様ラジオ、はい、ということでお送りしています FM ギノワン FEC チュンド木曜日きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星様ラジオ、すいません、あ、くしゃみしようとしたけど出なかったですね、鼻がツーンってなってからもくしゃみ出そうだったの、ごめんなさいごめんなさい、ということで、はい、はい、お送りしております、生放送でございます、なんか言いたいことあったんだよな、うん、なんか忘れちゃった全部今日はですね、はい、あのいつもやってる、うん、コーナーではなく、はい、今日はちょっとこのコーナー行きましょうか、はい、じゃあ早速こちら行きたいと思います、特別企画ダジャレでトーキングレディオ、来ましたね、はい、今日はですねいつもやってる沖縄自由研究はですねちょっとあのひとまず置いといてということで、うん、今日特別企画ちょっと初の試みですが、まあ、ダジャレでトーキングレディオということで、はい、まあ、あのこれはですね、まあ、なんかあの知ってる方もいると思いますが、はい、あのかの有名な、はい、あのなんとかタウンっていうダウンタウンかな、ダウンタウンっていう芸人さんがね、芸人さんがねってかもうみんな知ってるでしょダウンタウンぐらいは、はい、はい、ダウンタウンさんがね、はい、あのこのラジオでやってたのかな、企画でやってたと思うんですけども、はいはい、なんかダジャレで、うん、普通にお話をするみたいな、うんうん、普通にというか、まあ、お話をしていくんですけども、うん、なんか一個どんなニュアンスでダウンタウンさんたちをやってたか分かんないんですけども、まあ、僕たちの高校ではですね、まあ、どこダジャレでトークしていくでテーマを1個決めます、例えばあの野菜、はい、乗り物だったり、はい、なんかこういろいろくくりを決めてですね、その例えば野菜だったら、はい、こう野菜の名前レタスだったり、うん、キャベツだったりこう何かをこうダジャレでその話の中に組み込んでいくみたいな、うん、まあ、イメージで言ったらどんな感じかな、なんかさ、俺今日バイクで来たんだけど、はい、赤信号に引っかかって 赤信号だったからブレーキ落としてトマトみたいな、あトマト、はい、トマトとか止まったをなんかトマトに言い換えるみたいな、なんか、うん、そうですね、こう会話の中に野菜を必ず入れる、野菜をこう入れていくみたいなダジャレでね、はいはい、っていう感じでこうこれなんか無理くりでもいいんですけどなんかちょっと音が似てたりとか、はい、なんかこうそのちゃんと会話が成立するような
意味のこうニュアンスがお互いでちゃんと通じ合えればいいかなと思ってます、うん、でお客さんですごめんなさいリスナーさんもですねぜひともなんか、はい、あれここ野菜入ってたみたいなね、なるほどこの野菜なのかなみたいなのも、うん、楽しみつつ、僕たちの普通の会話も楽しみつつ、はい、聞いていただければいいかなと思います。まあまあ10分ぐらいを目処にね、はい、やっていきますので、やっていきましょう。お付き合いよろしくお願いいたします。皆様ももしよろしければなんかコメントでね、うん、なんか野菜の入ったコメント、はい、野菜のワードが入ったコメントもいただければありがたいなと思ってますのでよろしくお願いいたします。お願いします。まあこれといってなんか仕切るのはないんですけどね、はい、はい、早くやりましょういやいや長いですから。これどね、スタートでいいの？じゃあテーマは野菜でいいですか？テーマ、あ、そうか、テーマ決めてないですね、はい、テーマはじゃあ野菜でいきましょう。はい、はい、まあまあ様子見て、それではタイム変えましょう。はい、テーマは野菜で、はい、ダジャレでトーキングレディオスタート。はい、ということですけれども、うん、まあ今週の1週間はですね、うん、とても忙しかったですね。あ、忙しかった、忙しかったですね、はいはい、ずっとかなんか道具作りっぱなしでね、うん、見るな今入れたのか、入れてないよね、入れてない、うん、いやこんな入れなくていいのかなと思って、うん、でもそのこうきゅうり忙しくなったよね。だからね、キュウリ忙しね、うん、忙しくなったなーと。確かにね、うん、キュウリ忙しくなったね。キュウリ忙しくなりました。キュウリ忙しくですね、うん、もうこれ、うん、あらやばいよね、もういいだろうって、もういいだろうねなってますけど、僕はなってますよ ね、うん、ね、なんかあれですよね全然出ないやつ出ないなそもそも野菜がわからん野菜がね、なんかあれ、うん、好きなあれとかなんかスポーツとかある？好きなスポーツ？スポーツ、何があるかな、スポーツがあんまり好きじゃないそうなの、はい、動くのがあんまり好きじゃない、なんかスポーツか、はいはい、体あんまり動かさないからな、体を動かさない、うん、これちょっと今ね頭の中で話しながらこう野菜をいくつかを出してったんだけど、いやいや別に普通の会話していいですか普通の会話してって中で入れそうなところで言ってますね、うん、うん、多分、あ、そうだな、汗かくのがあんまり僕好きじゃないので、ああ、まあ好きじゃないって言ったらごめん嘘になるね、はいはいはい、むしろ好きかもしれない汗かくのは、うんうんうん、このなんか汗かいてるなっていうのをなんか楽しみつつ、うん、汗かくときは一気に汗かきたい、はははっていうイメージかな。なるほどね、うん、あ、バンスさんから来てます、はい、好きなスポーツは陸上競技の那須高跳びだなどれとどうかかってんのこれいやありがたいコメントですね、うん、今のこの状況で那須高跳び、こんな感じでいいんですね、こんな感じでいいの、自分たちで作っといてるんですけど、えげつなナス高跳びって何とかかってんの走りでってこと、走り高跳びってことですかね、どういうことかな、棒高跳びとかですかねえ、ナスでやるってことかな、わかんないけど、うん、やばいな、うん、でも本当に今日今週1週間なんかすごい、はい、なんだろう、疾走感がすごかったな、疾走感ね、うん、あ、はいはい、え、なんかもう本当に今日朝起きて、え、明が木曜日と思ったのに、明が木曜日と思ったのに、もう明今日がってことかな、明が木曜日と思ったぐらい忙しかったな、なんかとても、まあそう、まあしょうがないっちゃしょうがないけどねそうだね、うん、薬味で結構来るね、そうだね、めっちゃすごいね、まあでも忙しいことはいいことだから、確かにな、うんうん、忙しいことはとてもいいことですよ、うん、なんか すごいすごかったよね、うん、なんか今俺なんかほら作業してるところ、はいはい、なんかいろいろこう今なんかねこう道具の作成、あ、そうなんですよ、道具作るお仕事やってるんですけど、僕なんかちょっとあのテレビ局の方で、うん、あの美術として今入ってまして、ね、あの芸人じゃないお仕事を、はいはいはい、やってるって、それをがっつりやってるんですけど、うん、こう今作ってるところがこうなんだろう、夜だったら、うん、すっごい真っ暗になってから、そう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 、おっ暗ってなりましたけどね、うんうん、すごいめっちゃ暗くてから、うん、びっくりして、本当にこれ難しいな難しいな、意外と野菜がないんだよね、うん、野菜がない、変えますかテーマ、一旦テーマ変えます、うん、何が出やすいかな、なんかハスハスすまんなあ、いいですね、いいですね、ペーターさん、いいですね、うまい、
ヘペーターさんもやってくださいよ今。だからそう、こう全然言っていいですよ。陸上競技のナス高跳びだな。食べ物とかにしますか。食べ物のくくりがいいのかな、うん、そしたら果物も、ああ、うん、あれも野菜とかも入っちゃう。何でもいけますから、うん、そうだね、うん、野菜はちょっと幅が狭すぎたかな、うん、そうですよ。じゃあ食べ物にちょっとシフトチェンジして、あと10分じゃないか、うん、5分ぐらいやりましょうか。なんか最近こう、うん、まあまだ23ですけど、23だね、うん、結構、うん、その高校生とかに比べたらやっぱ体にガタが来るというか、うん、なんかちょっとまあ23全然大丈夫なんですけど、やっぱ高校生ってもう無尽蔵じゃないですか。無尽蔵、体力的にも、はいはいはい、もう何やってもそんなに疲れないし。そうだね、もうすごいピザが痛いですよ、ね、あ今、うん、あそうなんだ。なんかコラーゲンとか足りてないのかな。ピザがすごい痛いから。あでも23だからな、うん、なんか知らんけど23ぐらいからきついらしいですよ。あそうなんだ。なんか知らないですけど。あそれ知らないわ。なんか周りの人に聞いたら、うん、僕そういえば10月の23日、うん、誕生日だったんですけど、うん、なんかあなるほどね、うん、で23歳になってましたっていうの、うん、周りの先輩とかからなんか、うん、23とかから急にグッと疲れるよ、うん、なんか急に疲れるよ。そうなんだ。あれこんな出ないかな。あもう2人だからダメなんだ。いや難しいね。いつもやってる時はさ、うん、いつもやってる子もそうそう、なんか僕なんか遊びでよくやるんですけど、うん、そんな時は 4,5 人いるからやるんだけど、うん、これ2人ってきついね、はい、いやなんかもっとうまいことをバンって出してなんか、うん、気持ちくなりたいですけどね。気持ちくなりそうですね、うんうん、なんかうりっていうようなトーク、うりっていうようなトーク、うり今のタイミングみたいなね、うんうん、あ確かに。でもなんか、うんうん、あの10月になってきてなんか涼しくなってきましたね。なんか10月になってちょっと涼しくなってきたな。涼しくなってきた、うん。こんにゃくわいてくる。こんにゃくわいてくるんだ。急にグッときたけどね。なんか涼しいなと思って。そうなの、うん、いやでもそうだな、なんか誰かそばにいてほしいけどね、そうなってくると。あーうん、なんかそばに、あそばにいてほしい、うん、あそうだね、なんかそばにいたらなんかこう涼しくなった時に、うん、なんかこうあの何なんか心がハッカハッカするよね。心が涼しいけど、うん、あのなんか心がハッカハッカするっていうか。そうね、うん、そうね、うん、そうね、うんうんうん、確かに俺もそう思う、うん、日記だとね。日記だと違う日記が分かんない。日記は分かんないよ。日記だけとりあえず聞いていない。日記だとね、にだから日記だとなんか一人よりも日記の方が違うんすよ。だって日記だったらもう日記でいけるじゃん。なんかその人となんかほらね、うん、なんかちょっと、うん、なんか好きな人と日記交換とかでいいじゃん。いや違う違う、そうじゃない。日記さ、日記一期と二期さ。あそういうこと。一人と二人の分かりづらい。単位が分かりづらいから。バンスさんからコメント来てます。23になったら本当体力が落ちて9位。9位。それに対して中田猫さんがバンスさんもっとくださいっていうこと。卑怯だな。俺なんかこんなしてなんか時間つなぎしてるみたいな。本当にこうもう激怒ですよ。こんなことになったらもう、うん、ゴーヤー。いやいや、ゴーヤ言えばいいってもんじゃない。言えばいい。これ大丈夫、やばいねこれ、うん、これちょっとダメですね、すいません、うん、この企画。なんか空気がポテト。謝った方がいいんじゃない。なんか謝った方がいいんじゃない。なんか俺なんかで謝った方がいい。一応リスナーさんにこうちょっと今グダグダしてるから、うんうん、あ確かにな、うん、あすみません、こんなグダグダしてしまってどうも。スイカ戦した。スイカ戦した。すいません、スイカ戦した。すいません。もう燃やしない？もうこれダメだ。これダメだ。燃やしない。ペーターさんから40過ぎると腰がもうピーチピーチだわ。わあすごい。おなるほどな。はあなるほどな。これ僕分かんないですね。腰がもうピーチピーチってどういうこと。ピーチってことかな。あなるほど、多分だと思います。分かんない。ピーチピーチだと思いますね。うん、かいわれ大根っつって
どういうことよ。怖い、俺そんなことお前そんな会話ばっかりだったら俺アイスつかすよ。アイスつかす、アイスつかすよ。本当に、いやそれは本当やめてほしい、うんうん、リンゴお茶漬け、お茶漬け、そう急に来ないよ、お茶漬けお前、お茶漬けって言われてもお前そんな、うん、無理だろ。普通に言うんだ。無理だろって。これはあれですね、うん、一旦そうだな、なんか、うん、なんかそうだな、あの僕なんか、うん、ちょっと一旦反省しましょう、ね、一回あの深い反省をして深い反省しようか、次に生かすっていう、次に生かそうか、うん、いやでもいや良かったと思うけどな、これは何が悪いか、うん、あのまあ何も悪くないよ。、うん、とりあえず、うん、いや俺なんか悪くないよ、 CM 自分たちが好きでやってるんだから、うんうんうん、曲言っていいですか、行きましょう、うん、曲じゃあこちら行きたいと思います、うん、あの俺なんかの今までの全部変えるような歌なんで、うんうん、おそういう意味でのタイトルですね、はい、曲のタイトルいきたいと思います、行きましょう、こあ以上ダジャレでトーキングレディオのコーナーでした。ごめんなさい、今くしゃみ来ました、すいません。うちゃくちゃだな。じゃあ曲いきたいと思います、こちらビーズでゼロ、腰が40過ぎると腰が腫れてくるんですか、中野猫さんゼロ来たということで、はい、ゼロね、もういや、まあ、チャラですよ、うん、ということで、もうバンスさんとベーターさんに助けられましたね、だからね。このコーナーをもっとスパスパ行くと思ったら、うん、スパスパ行くと思ったんですけどね、もうちょっと頭が働いてないですね、働いてないな、いや今日、いや今週本当ひどいですよ、いやもうそんなもんですよ、ね、まあそんなもんだと思う、そんなもんです、はい、結局そんなもんっていうあれ考えにたどり着くもんだね。俺いつもさ、いや今週本当ひどい、だってさ、12時間起きる、でも普通の人ってみんな12時間以上起きますか、うん、だって普通のねお仕事サラリーマンさんとかは9時、はい、5時がお仕事基本ですよね、うん、で中に1時間ぐらいご飯休みがあってみたいな、はいはい、俺だって昨日9時40分ぐらいで、うん、あの休んだの多分10分ぐらいお弁当を食べた時でしょ、ぐらい中休みがないっていうのは、まあ、ひどいひどいっていうか、まあそんなもんですね、まあ、そういうところを、はい、お仕事をしてるので、はい、まあ、楽しくやらせてもらってますけどね、うん、いつもこう帰り道に考えながら、うん、すごい大変だなって思いながら、うん、でもこれがお仕事なんだろうなって思いながら帰ってますけどね、はい、でも楽しいですよね、うん、なんだかんだで、はい、ものづくりはそうですね、はい、面白い、本当に面白い、いやスキルは上がってると思います、とても、うんうん、ペーターさんありがとうございます、ありがとうございます、ね、あの曲はリッスンラジオでっていうこと、はい、そうそう、リッスンラジオはリッスンラジオってあやってます、あれありますよね、うんうん、ありますよね、ありますよ、前からありますよね、はい、最近から、あ最近からかい。リスンラジオで曲も聴けるみたいなので、そうリスンラジオは曲聴きますので、はい、あ、今日コンティニューコインありがとう、ね、いろんなペーターさんから来てますね、本当だ。まあ、いろんなペーターさんが本当に来てます。もうコンティニューコインもありがたいんですよね、ありがたいですね、中田猫さん毎日夜中2時頃まで起きちゃう、早く寝なきゃ、でもその感じわかります、うん、結局起きるもんね、うん、俺なんか起きる起きる、そうきついって眠ろうって思うんだけど、なんかな、でも 俺はだけど自分の時間が最低 1日にちょっと欲しいわけよ、はいはいはい、あ分かる分かる分かる、1時間ぐらいの、1時間でもそうそう、なんか、もうなんか自分の時間を一人でやる、なんかやる時間ね、で一人の時間は欲しい、うん、本当に、うん、あの誰にも迷惑をかけない一人の時間、うん、はいね、何やってもただ本当に口開けて、うん、横なって、うん、なりながら、うん、なんか携帯なり音楽なり自分が好きなことをやる、俺でも、もう日課なんですけど、うん、携帯の、うん、あの
1日30分だけ無料で漫画読めるやつを毎日寝る前に読んでます。あ、そうなんだ、はい、これがもうあれですね、僕の一人の時間です、ね、楽しみ、はい、なんかでもなんかやりたい、なんかずっとなんかなんかやりたいってなってるんですよね、うん、なんだろう、モアイとかあ、モアイ、でもほんとモアイやりたい、これ冗談抜きでやればいいやし、やれやれ、なんかいいやる、なんか俺なんかやりたいけど、モアイ、まあ、でもなんだかんだで集まるのかね。そうなんです、うん、芸、まあ、僕は芸人のお仕事させてもらってるので、ね、はい、その決まったお時間、決まった日に休みもらえるっていうことがあまりないので、あとその他の人たちが休みの日に仕事があることが多いっていうね、イベントの司会だったり、うん、そこでネタのお仕事だったりってありますのでね、はい、まあまあ、いやでも俺近々朝とかやればいいさ、朝な、朝4時からモアイ公園で、末吉公園でモアイしればいいさウェイクアップモアイウェイクアップモアイやっちゃう、うん、朝コーヒー飲みだから弾まねえ話なんか今日は自分の中でしっくりきてるんだけど、ラジオ、そうでもない、なんかいつもと違う、なんだろうな、いいじゃないですか、スイッチが別のスイッチになってるというか、はい、今 CM に入りました、曲は開けてありがとうございます。今日も結構閲覧数多いですね、もうあの上野さんとかもいなくなっちゃったかなんかコメント入れてもいいですよというか、なんか入れてくださいね、あれば本当喜びます、僕ら、高橋さんとかももし聞いていましたらよろしくお願いします。海外ドラマ見てる中田猫さん、いいですよね、海外ドラマもハマるよね、海外ドラマハマるらしいね、一度見ちゃうと。ドラマはさ、一気に見ないとちょっと腹立つタイプだけど、ああなるほどね、うん、だからちょっともう次見たいっていう欲が、はいはいはい、収まるのがちょっと1日経たないとダメだっけ、はいはいはい、ずっと見たい見たい見たいになっちゃってるから、10秒前です、はい、そろそろ CM 開けますのでお付き合いください。あれ流れ星流れてるな、あ、いた、頭に当たっちゃった、キンピラゴボウのキンキンピラピラ王子様ラジオFM ギノワン FEC チューンの木曜日キンピラゴボウのキンキンピラピラ王子様ラジオ、花ジュルジュルしておりますが、はい、お付き合いよろしくお願いいたしますね、はい、生放送でお送りしていますよ、まあリスンラジオが、うん、で最近聞けるようになったみたいですので、うん、もしあのリスンラジオに聞きたいという方はリスンラジオの方に移行していただいても構いませんよ、ツイキャス、はい、ユーストリーム等でも流していますのでコメントもよろしくお願いいたします。お願いします、はい、はい、ということで、じゃあ行きましょう、こちらのコーナーも行きましょう、はい、こちらもちょっといつもと違うんですけれども、はい、これ行きたいと思います。こちら、人生で一番〇〇な話、はい、ということで今回もね、うん、このコーナーもちょっと変えて、そうです、いきたいと思います。いつもはお悩み自分相談ということで、はい、自分たちのお悩み勝手にあの無理くり解決してるんですけども、うん、人生で一番〇〇な話と題しまして、うん、このコーナーはですね、僕たちきんぴらごぼうのこう今までの人生であった出来事なんかのお話をですね、うん、なんか〇〇な話、こうテーマ別でお話ししていこうかなと思ってますが、そうですね、はいはい、時間の許す限り、はい、行きたいと思いますけども、いや本当時間の許す限り行きたいと思いますよ、うん、ちょっと、はい、テーマの方を、うん、テーマなんか何にしますか、はい、うん、ミキさんに決めていただきたいなと思いまして、 お願いしていいですか、はい、変なーな話、変なーな話ね、あーなるほど、はい、あります、僕、じゃあ森光くんからやります、はい、いいですよ、あの変なーな話っていうかあれなんですけど、僕あのアイスとか、うん、あのケーキとか、あのあんまり食べないんですよ、でこのなんていうんですかね、一口だけでいいんですよ、食べるとしても、はい、なんですけど、こうたまにこう先輩とかと、うん、そのコンビニとか行ったりとかしたら、うん、なんかあの先輩が、あい、まあ、今日もそうだったんですけど、うん、アイスを自分の買うついでにあの気使ってくれて、僕なんか後輩の分もね、そうそう、僕なんかの分も、うん、あの入って買ってきてくれて、はい、
ちょっと食べきれないなって変なーだなーでも断るのは変なーさね、うん、だからだいたい無理して食べるんですけど、うんうん、いやでもこれは正解よ無理して、はい、うん、俺なんかの仕事はこれは無理して食べないと、うん、でも、うん、なんか食べるって言ってくれたらいらないですって言うけど、でも本当にね、うん、多分まあまあありがたいけどね、こんなしてしてくれる、その 気使うというか、うん、こうちょっと無理するのが本当に嫌だったら、うん、でその先輩との関係性が本当に良かったら、はい、そこは言ってもいいと思う。なんかあいやー言わないほうがいいでしょう。いやまあまあ相当仲良かったらね、うんうん、なんかちょっとたまにしか会わないなんか先輩とか上の方からそうあったら、はいはい、ここはちょっともう無理してもらったほうがいいけど、はい、うんうん、こういけてぐっと仲よれるふとその先輩の本当懐に入り込んで、うん、なんかなんならちょっとそういうこと言っても、はいはい、お前をぐらいで済まされるような感じだったら、先輩も俺今ご飯食べたばっかなんで今入らないっすよみたいな、からなんか先輩も2つ食べてくださいみたいなことを言ってなんかそういう風に持っていくのかなるほどか、はい、もうそれを言っちゃうのかね、うん、しかも僕なんかちょっとこういうのも何なんすよみたいなそれ別のところ、今そのいや言わない方がいいだろ、そのタイミングで言わなくても、うん、例えば別のところで、ね、なんかその先輩とご飯行ったり、ね、なんか飲みに行ったりとかした時のなんかお話の一個として、うん、はいはい、なんかあの僕先輩からこの話なんかもらうのめっちゃ嬉しい、本当嬉しいんですけど、うん、なんかなんか分かりますみたいな、うん、先輩もなかったっすかみたいなところに持っていくのか、なるほど、うんうん、なんかちょっとそれでなんかもう一個テーマとして、うん、で相手に、はい、僕はちょっとこういうの、あのこんな感じですよ、あの、はいはい、食べるのちょっとあんまり食べれない人ですよっていうのを、はい、こう別の方向性から伝えれればいいかな、うん、なるほどなんどういうことか、そうだ別に解決してもらなくてもいいんですけど、ね、自分解決みたいになっちゃったからさいやいいですよ、変なの話ね、うん、いや変なな、ら変なっていうか、まあ、よくあるようなことなありますけどね、はいはい、なんかトイレのドアが開いてて、あ入ろうとしたら普通に人いたみたいな、最近大会やってましたね、閉めてって思うけどトイレを閉めない概念はこれ自分の家庭の中だけで通用するやつだからまあそこがね、うん、もうそんくらいラフなところで使えるやつなんでしょうけども、え変なのあったちょっと待ってよ、あのあったんだけどな、うん、なんかな、変待ってよ、あったんだけどな、僕今日なんですけど今来るときに、はい、うん、僕バイク乗ってるときだいたい歌歌うんですよ、はい、でその今日まあ、いつも僕がオープニング漫才考えてるんですけど、オープニング漫才ちょっとなんか違うのやりたいなと思って考えてて、うん、でこうハロウィンがテーマだったから、このそのハロウィーンやりたいぜやりたいぜハロウィーンやりたいぜやりたいぜハロウィーンやりたいハロウィーンやりたいハロウィーンやりたいってずっと無限ループで歌ってたんですよ、はい、でずっと前の方で信号待ちしてって歌ってたら、横の方にカップルのバイクがフンって止まって変なあだなこれでもあるあるですよね、バイクあるある、うん、あるあるね、そうそう、そういうのはよくあるよね、なんか俺も同じ、歌うからあるし、しかも俺結構メロディーとかも自分で考えてやる時が多くて、なんかハンガーにししゃもかけるみたいな歌を一人でずっと楽しくて歌ってるんですけど、そういうのを聞かれた時結構変なんですよね、変なさせるのは僕たまにありますけどね、相手側を、俺がよくやるのは個室トイレ入って、はい、男子トイレこうタッションのところと、はい、こう個室があるんですけど、はい、こう個室に誰か入ってるって分かったら、こうわざと変なくしゃみするとかね、立ち悪なんか本当に中に 誰かいるけど顔は分からないみたいな、うん、あそう相手の想像の範囲でやって、はいはいはい、本当に俺だから本当に、うん、ヒックスヒックスとか本当に わざとらしくやるわけでもそれって本当に他人だから多分本当に言えないと思うわけ、うん、トイレ入ってるしその人トイレ中だしいやその人が、うん、俺もその人どんな人か分からんけど、うん、そいつがっていうかその人が帰って出てって、なんか
例えば大学生だったら、はいはい、こんなやついたらやばくないみたいな、なんかどっかの話になればなって思うのは俺はしょっちゅうやるね。あ、なるほど。相手を変なにさせるというか、その多分いないと思うんだけど俺これ多分俺だけ変なだと思うんだけど、トイレにまつわるやつで、こうトイレ入って、まあ、あの男用のトイレってこう、はい、あのション便器とこう大便器が大体あって、うん、でこのあの入ってション便器が一つ大便器が一つのちっちゃいタイプのトイレってあるじゃないですか。ありますね、居酒屋とかによくありますかね、はい、あれ入ってこう、はい、あの入った時に大便器に人が入ってて、うん、自分がション便してる時に大便の人が出てきたらちょっと変な怪しさまあね、なんか、うん、あの変なだな、この同じ空間に、そう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 、あれなんか仕切りとかもないしね、うん、あ、はいはい、分かる分かる、そういうこと、うん、ということで以上変なあれですけど、あと1個テーマいけ、はい、いきますか。あと1個、うん、あと1個なんか大丈夫ですよ、もらってもいいですか。ミキさんいいんです、何でもいいですよ、うん、先輩からキュンとした話だいぶ狭いですけど、先輩からキュンとした話、先輩からキュンとした話、先輩からキュンとした話、先輩かないなあ、先輩が、自分の先輩がキュンとした、自分の先輩に対して僕なんかがキュンとした話ってことかな。あーなるほどね、はあ、先輩かあ、なんかな、いかせ僕なんかが上下関係あんまりよろしくないというか、う、ね、上下があんまり関わってなかったので、キュンとした話、あ、うん、でも先輩っていうか、うん、同級生なんですけど、根本を覆しよった、あのバイトしてる時に、うん、このカフェでバイトしてたんですけど、はい、でそのたまたま、あ、同級生の女の子が入ってきて、はい、でこう普通にバイトしてて、僕冬だったんで、そのなんかジャンパーみたいのをなんかガシャガシャって置いてたのを、うん、あんたよって言いながらこう畳んでるのにキュンとしましたね。なるほどね、うん、なんかな僕ね、はい、本当にな、え、変えましょう、これテーマ変えましょう、ちょっとすいません、違うテーマだ、はい、うん、あ、いいですね、不思議な話、いいですね、不思議な話、不思議な話、あ、僕今日思ったんですけど、うん、あのデジャブってあるじゃないですか。デジャブ、あれ俺めっちゃよくある、そうそう、デジャブというか、うん、俺正夢か結構、あ、まあ、ごめんなさい、お願いします、はい、そう、俺だからあのこう絶対俺予知夢できるなと思って、ああ、うん、それはとても思う、俺もうデジャブっていうか、これもうデジャブじゃないんだよ、なんか本当にあのこんな体験、デジャブってあれさ、前やった体験をなんかちょっと残ってて忘れてるけど、またその同じような体験した時に、うん、あ、これ前も見たことあるみたいな体験ですけど、うんうん、もう似てるんだよね、そうそう、どうしようもないような、見ようがない現場で、あ、これってなるから、うん、もう絶対マサヨメなんじゃないかなと思うんですけど、俺はもう 100% マサヨメって分かったことがあるんだけど、はいはい、自分家の家、あのアジャ川っていう川沿いに立ってるんですけども、はいはい、こうアジャ川その挟んでこう浦添と那覇なんですけども、はい、こう那覇で浦添の方で火事があって、あ、で、あ、火事になってるって言って、はいはい、でその降りて、でこうアジャ川沿いのこのフェンスの方にこうこう登って、あ、なんか結構やばいなってなってるの時に、はっ、これもう 夢で見たって分かったんですよ、俺完全に。あ、だからもうまさ夢って分かったんですけど、はは、これがもうその時以来ですかね、はいはい、もうずっとありますね、定期的に。だから記憶には残ってないんですけど、もう完全に夢で見たって分かる。だから例えばあの時、そうそうそう、全然分からない人を、うん、見てて、そういう行動をしてて、そうなった時に、あ、これ夢で見たってなるんですよ、うんうんうん、だからデジャブじゃなくて、ほんがっつり夢で見たんですよ。そう、なんかなんか多分ちょうどだけ、あの終わる時だと思います、このシーンが合致するのは。だからそれ以降の下りが見えないんですよ、なんかわかります？
この物語夢が終わるところでちょうど現実では夢で見たって分かっちゃうので、それ以降が分からないですし、夢なのでそんなにあのがっつり分からないんですよ。その時きっかけがあるんですよ。きっかけがなんだろう、この一個の写真、一個の写真みたいな、何ですか、そのシーンだけパシッってなる時があるんですよ。この全体、自分が見えてる映画全体が。どんな話だわこれ大丈夫これ、聞いてて楽しいかみんな。ちょっと俺に話させてもらった。俺の話だ。もういいよ、もういいの、もういっぱい話したから。いいですよ、時間もあれですから。いやいや、もうあれ記憶いらないのでいいです。なんかいやいや、なんかもう似たような似たようなことなんで。分かるよね、はい、絶対あると思うな。うん、不思議な話。ああ、なんか何ですかね、よくあるんですけど、こう目の視線のなんか片隅みたいなところに人がいることが、これなんか俺が霊感があるのか、それとも単純にそのよくあるじゃないですか、なんかその人に見えるようなものがなんかちょっとちらっと断片、あ、そのなんていうんですか、視界がちゃんと入ってないから人に見えたとか、そうだね、あるじゃないですか。俺ひょっとしたら見えるんじゃないかなって最近。俺でも見えるって思ってないですよ。あのね、見える人はもうがっつり見えるって、うん、あ、そうなんだ。それってわかるのから、だからなんかちょっくら見えるんじゃないかなと思うんですけど、うん、俺だからこうちょっと見えるっていう人の感覚が多分わかんなくて、うん、だからそのいつもなんですけど、僕なんかのその時、あ、いいです、あ、家のその階段のところに、うん、なんかそのなんかいつもなんかその同じところで同じところに人がいる、ふとした時に人がいるような感じが毎日してて、うん、毎日とか、まあ、時々ですかね、うん、その時に、なんか僕のおばちゃんもなんか行ってて、人がいるような感じがなんかするって、うん、その時怖い？その時は怖くないです、うん、ドアの前に僕なんか2世帯でおばちゃんの家の下あれなんですけど、うん、のドアの前にいつもいるような感じがしてて、こうチラッと見て、何気ない時ですよ、弟とかとその駐車場にいたりとかする時にほってなって、あ、いないってなって、うん、じゃあ多分それはね、あのいる、見えてるとね、うん、だから俺見えたくないから、うん、多分怖いから、ちょっと見えるって人はあのもう怖いってなるんですよ、多分。何だろう、思い込みだから。でも多分見える人って多分見えてて、何だろう、俺はだけど、俺もし見えてたらだけど怖いから、怖ってなるさ、何だろう、いたら。で俺でもその顔とかがい、うん、顔が見えないわけよ。俺ちっちゃい頃も一回見たことあるんだけど、本当にこれはマジだと思うんだけど、うん、あの家の倉庫入った時にあのその男の子がいて、うん、でちょっと待って、ね、ごめん、ツイキャスでバンさんのコメントからす、森光のメガネが 3D メガネなんじゃないって飛び出して見えてるんだよって。それでもいいですけどいいっすこんなんで話差し切るな、バンさん、ちょっといや、いいですよ、いいですよ、ね、あれ、バンさん、僕なんかの先輩ですね、はい、はい、続けてください。この、うん、部屋に入った時に 人みたいな男の子のぼやけたやつがいて、うん、でそれがあのさって横にシュンって移動したんですよ、うん、でおっと思ってそのまま奥入ってって、そしたらその足の親指の方から切れてはいないんですけど血がついてて、うん、おおってなって、それ保育園生か幼稚園生ぐらいの時ですかね。で僕のお姉ちゃんもなんかあれ、ミツ、俺ミツって呼ばれてるんですけど、ミツ、あの玄関にいたでしょって言って、うんうん、俺ずっと畳間に行ったんですよ、それも男の子見たって言って。へー、だからなんか、まあ、ちっちゃい頃よく見えるって言うじゃないですか。そうですね、うん、その時からなんかぼやなんか顔はね、怖いな、いや、やめとこう、やめよ、言えないことにしとこう、うん、なんか帰れなくなるからさ、うん、いやでもね、メール来てますみたいな、メール来てますね、はい、メール読みましょうか、やだな、いいですよメール読みましょうね、はい、あの曲な
なくしましょうね、はい、メール読みましょうね、はい、そのまま流しておいていいですよ、 BGM はお願いします、はい、え、これは違うか、これ違うね、一番上ですかね、これですかね、はい、勝ち、はい、はい、メールいただいてます、お笑い大好き高校生さんよりいただきました、ありがとうございます、きんぴらごぼうのお二人こんばんは、ということで、こんばんは、突然ですけど質問です、きんぴらごぼうのお二人は大平スタイルさんと仲いいですか、気になってたので質問してみました、ということで、大平スタイルというね、はい、芸人が僕なんか事務所います、いるんですけども、うん、この時間帯 FM ギノワンのラジオの火曜日担当してる方です、ね、そうですね、まあ、うん、普通に仲いい、普通に仲いいですよ、はい、うん、僕なんか同期なんで、年は、同じタイミングで事務所に入って、ね、はい、一緒に入って、うん、で、まあ、年は10個上なんですけど、10個上、うんうん、仲いいね、うん、仲いいじゃないですかね、仲いい、仲はいい、うん、悪くはない、全然仲いい、仲いいですよ、うん、俺キッチさんとかと全然ご飯とかねよく行きますし、あ、うん、そうですよね、大学キッチさんと仲いいよね、うん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 、あと追伸で、はい、お笑い大好き高校生さんから来てますが、私は FEC のライブでもらったチラシとか大切に持っています、チケットも大切に持っています、理由は捨てるのがもったいないなと思うからです、はい、ということでありがとうございますね、そうそう、結構 FEC のライブに来ていただいてるみたいで、はい、ありがとうございます、うん、いや、なんかこんなしていいですよね、こうチケットの半券とかさ、うん、その時のライブのチラシだったりっていうのね、うん、こう思ってもらえる、いいな、本当にいいですね、うん、これからもよろしくお願いします、はい、メールありがとうございました、ました、うん、コメントも来てますね、ツイキャス、はい、なんかさっきの森光のちょっと幽霊見えるお話についていろいろ来てるかな、ペーターさんから、風景に馴染んで見える見え方をしたらやっぱり怖いかなということで、確かにな、いや、なんで馴染んでるばってなるもんなもっと濃い、その時は濃いってなるけどね、俺だったら、うん、いや、来ないでほしい。いや、この擬態化してるのちょっと怖くない、うん、ちょっとこうさ、こう自分がこう景色をこう首をこう、ね、回してぐるっと見るときに、はいはい、こう風景の一部に吸って紛れてたら、うん、なんでや、ちょっと迷彩してるばってなるんじゃないなんでよってなるからさ、怖いねあ、そう、怖い、ちょっともう2通メール来てるんですか、あ、もう2通来てるんですか、あ、本当に、本当にありがとうございます、あ、本当だ、来てる来てる、ありがとうございます、あ、沖縄コンビーフセンターさんから来ました、ありがとうございます、ありがとうございます、きんぴらごぼうさんこんばんはということで、私の人生の〇〇ですか、いや、聞いてないけど来てないからいいですけどね、全然いいですけど、はい、昔々ある金曜日に KY デンジャラスに KY デンジャラスに何通か投稿したけど、その日のゲストがビッチお二人様だったので同点誰かさんのものをばってもらうためにずっとリスナーさんたちの投稿を無視されて、これもう何を言ってるのか全然わからないごめんなさいね、全然ない、これあの話の主軸がさ、このブレブレすぎてな一応最後めでたしめでたしになってますけど、あ、ごめんなさい、ちょっと僕文章の読解力がないから解釈ができないですね、メールくれるのすんげえありがたいですけど、 お久しぶりですね、沖縄コンビーフセンターさんね、はい、はい、なんかさっきのデジャブとかにも追伸で今コメント来てまして、はい、デジャブって本当にあるんですか、私最近考えているのは街の散歩中にスライムが現れた、奇襲でスライムは喉の中に入って正月に食べる餅のようにわざと引っかかった、普通に考えて怖いのですがこれはデジャブですかいやいや知らん知らんこうすごいな、癖がすごいですね、そのスライムはシーサーを先につけた棒と石岩灯の盾で倒せますか、きんぴらごぼうさん教えてくださいということで、倒せないです、うんシーサーを先につけた棒を教えて、もっと詳しくイメージの膨らまし方がすごいんですけど、いやでもありがたいですねメール送っていただいてね、はい、ありがとうございます、まあ、こんなしてたまにでもいいですのでコメントいただきてありがたいですね、うん、中田猫さんからコメント来てます、はい、キチさんいつもあんな感じということで、あんな感じ、うん、本当にキチさんは本当にうるさいですよね、うん、ずっとそう、なんてかなすごいよな、今別に舞台中とかじゃないですよキッチさんって感じ、いつも本当にずっとフルボルテージというか、うん、フルリミットというかなんだろう、まあ、そうずっと真面目な話するときめっちゃ真面目だけど、うん、そうなんですよ、
真面目な話した時とあのお酒ちょっと飲んだ時だけ、はいはい、あの普通の32歳になるっていう33歳か、はい、ペーターさんからですね。え、ビッチトークに出番を取られたとコンビーフセンターさんなるほど、ペーターさん呼んでほしかったってことですね。あ、そういうことかな、はい、なるほどね。いやいや、もうあのあいつらはあいつらでやりたいことはあるみたいですけど、はい、KY デンジャラスはね、はいはい、中田猫さん、バンスさんもということ。バンスさんはなんかな、まあでもバンスさんもあんな感じ、うん、あんな感じですね、うん、あんな感じだけどちゃんとできる大人なのがちょっと、ね、腹立つ、うん、バンスさんは、うん、あの一番ちゃんとしてるもんな、うん、FEC の芸人の中で一番ちゃんとしてる、はい、って言わない方がいいんだろうな本当は。ごめんねバンスさん。あ、でもずっとふざけてますよ、うん、バンスさんは。そうそう、常にふざけたこう考えはあるんですけど、ちゃんとするときはちゃんとするからけじめがもうしっかりしてる、ね、うん、そうそう、めっちゃ腹立つということで、もうそろそろ終了のお時間近づいてきてました。はい、今日はごめんなさい、コーナーも一個削っちゃいましたけど大丈夫ですか、はい、まあまあ急でね、いろいろ申し訳なかったんですが、すいません、皆様楽しんでもらえたら本当僕らは幸いですので、はい、また来週もね生放送予定ですので、来週、うん、もう11月か。そうですよ、早いなあ。僕11月2日誕生日ですので、はい、よろしくお願いします。来週あれしよう、プレゼント交換しよう、プレゼント交換、ちょっと気持ち悪いな、誕生日企画で。いや、今プレゼント交換って言ってる時俺目見れんかった、ちょっとこっち向こうかな、あ、いいけどちょっと気持ち悪いなと思って。いや本当にいいですね、うん、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと来週は企画でなんかプレゼント交換しようかなと思いますので、うん、お楽しみに、はい、ということでお送りしてきましたキンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ、来週もぜひとも聞いてください。本日は誠にありがとうございました。はい、来週も聞いてくれなきゃ、キンキンピラピラ星に変わってお仕置きよ。はい、ということでね、ラジオ終了いたしました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ツイキャスの配信の方が今日やばいな、2人とも口が甘々です ね、 ねやばいよ。出だし俺とても良かったんだけどな、いつもと違う。自分の中ではね、分かんない、後でアーカイブ見直したら全然かもしれないけど。はい、ということでツイキャスの皆さん、もう少しお付き合いください。お願いします。お付き合い聞く、なんか最近というかここ1年がすごいやばくて、うん、あのスマートフォンの入力、ちょ、俺勢いでお腹壊してしまった今言わなくてもよかったけど、ごめんなさいねこれで配信終わってますよね。よかったよかった、ということで、そうそう、スマホのこう入力、フリック入力とか、はい、普通にこうタップしても入力できるんですけど、はい、あの例えばだけど、早いっていう単語を打とうとしたら、はいはい、はだから、は行、はのところを押すんですけど、はい、やを押すわけ、これ。あー、なるほどね。で、一回、やはい、なんとかなんとかって言って、ちょっと文面見直したら、こう、あー、逆。場所が逆になってるから、うんうん、そこまで消してやるんだけど、なんかもう、それが癖になってるのか分からんけど、全然治らないわけよ。俺は、ま、似たような感じなんだけど、うん、あの書いてたらカタカナで書こうと思ったらところどころひらがなになる。あのドラえもんみたいな、あとかひらがな、うん、そうだ、カタカナで書こうと思ってひらがなになるときかな。ちょっとやばいんだろうな、本当に。やばい。誰でも病院行ったらいい。やばいだろうな。めっちゃよくあるのは右ねーって言いながら左曲がるとき。あ、俺の頭では左なんですよ。そんなもんじゃないですか。わ、中田の猫さんから私もってきてるんで、うん、どれに対してだろう。どれかな、全部かな、全部かな、全部かな。そしたら中田の猫さんが一番やばいやつです。トータルんだばんだばってなんすか、ペーターさん。そうなのか、あるのか、んだばって。はい、ということでツイキャスの方もそろそろ配信終わりますので、本日は皆様誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい、明日は KY デンジャラスがこの時間帯担当しますので、そちらもよろしくお願いします。お願いします。なんかじゃあもう最後に、はい、好きなこと言って、来週は今日の100倍面白い。あ、いいですね。そして再来週は面白くない。こう言って一回こう言って上がる。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんまた来週。あ、乗らんかった。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。